ボール板作業の様子ボール板は各種素材に正確に穴を開けるための工作機械である。台上のテーブルに加工する素材を置き、主軸に取り付けたドリルやリーマーなどの切削工具を回転させ、主軸を材料に向かって下げていくことで穴開け加工を行う。この機械が日本でボール板と呼ばれる由来はオランダ語のバーバンクと言われている。つまり、板は単なる当て字である。 英語の、ボーリングが語源だと言われることもがあるが、機械加工における、ボーリングは日本語では、中栗と訳され、素材に単純に穴を開けることとは別の工程を指す。また英語で、ボーリングマシンといえば、通常は地中に、円筒状の穴を掘削する装置のことである。ボールンで行える加工には、穴開け加工、穴広げ、加工、リーマ加工、タップ立て加工、 ザーグリ加工、中グリ加工などがある。穴開けに関しては、雑な穴開けならば、目標とする小道のドリルをいきなり使うこともあり得るが、多くの場合は、まずは目標より細いドリルで穴開け加工を行う。次に、穴を広げる目的で目標のサイズのドリルで穴を目的の小道に広げ、さらに目的によっては、仕上げ加工やタップだて加工も行われる。 穴を一つ開けるだけでも多くの場合はに三本の道具が必要となる。小型のボール板であり、作業台上に据え付けて使われる。主に穴径 13mm 程度までの加工が可能である。床に直接据え付けられるボール板で、ボール板の中でも一般的なもの。上下方向に主軸頭を手動、または機械式で動かし、主軸頭の真下に置かれた。 飛行作物に穴開け加工などを行う。穴計13から5 0ト、mm、ル程度まで、ラジアルボール板工作物が大きい場合に使われる。主軸頭が可動式のアームに取り付けられており、非接作物の方を動かさなくとも、主軸の乗ったアームを動かすことで、大きな飛行作物を動かさないままで何箇所もの穴開けができる。とはいえ、 開けられる穴の向きは垂直方向に限られ、水平方向に穴を開けたければ、飛行作物を横転させなければならない。多数の主軸のあるボール板で、同時に何箇所もの穴開け加工が可能。多量生産などのための専用のもの。テーブルは一つだが、主軸頭が多数備えられているボール板。一台で穴開け、ザグリ、ネ、ね、ジ立てなどの複数工程の加工が、 順次行えるようにしたもの。深い穴を開ける作業専用のボール板。穴の直径より深さが4倍以上の加工に特化している。ガンボール板とも呼ばれ、文字通り銃の重心の穴を開ける際に用いられる。大型の工作物の加工に適したボール板。主軸に複数種類の種の工具を取り付けてある旋回台が装着されているボール板。工具を順次変更することにより、 複数の作業工程が行える。NC とは数値制御の略。コンピュータ数値制御によって精度の高い加工を自動で行えるボール板。中でも自動工具交換機能を搭載した NC ボール板はフライスによる切削加工もできるため小型のマシニングセンターに分類される場合もある。ありがとうございます。